自分がレシーブする際に気をつけているのは、基本はやっぱりフォアで取る準備をしています。まあ、なぜかというと、やっぱバックに比べてフォアの方がいろんな技術に対応できるので、まあ、僕の場合はそういう待ち方をしています。やっぱ相手のサーブが変化が分かりづらい時とかは、少し打球点を落として逆に自分がしっかり切る、もしくは入れ込むっていうことを優先してやります。で、それがもしできるようになってくると、ある程度強気にいろんなことができます。やっぱこの技術ができないで速い打球点を取ろうとしてしまうと、圧倒的にレシーブでミスをする回数とかポイントが増えてしまうので、まずは自分で打球点を落としてしっかりと入れ込むっていうところを一番の大事なポイントとして押さえておいておくことで、全然レシーブ変わってくるので、そこがすごく大事です。